秘宝、オープン戦不振の WBC 辞退侍、坂本勇人、柳田悠岐、森友哉、進化が問われるシーズンに。侍ジャパンが優勝した第5回ワールドベースボールクラシックシーズンの調整に専念するため、出場を辞退したメンバーがいる。主な野手では坂本勇人、柳田悠岐、森友哉、今宮健太の4人だが、いずれもオープン戦では打撃不振に苦しんだ。辞退侍は草。柳田が侍ジャパンの中心だった時代なんてあったか、いつも辞退してたじゃん。聖域坂本をいつまで使うのか見もの。坂本、ベテラン、柳田、ベテラン、森、こいつ。その中で代表に連れて行きたかったの森友だけやろ。坂本も柳田も衰えてて実力不足。坂本、柳田はもう十分実績残したからええけど、FA して1年目の森は赤いやろ。辞退で士官を断ったわけだし、侍ではなく浪人では。森って不審っていうか、もしかしてもう劣化してんじゃねえの？いなくてよかったな。村上赤いよりひどいことになってるわ。背番号6空いたままだったし、坂本は呼ぶ気あったんやろな。坂本、柳田は許してやれよ。35のおっさんに、WBC のために急仕上げはきついで。坂本、柳田は東京五輪まで十分やってくれたからもうええやろ。今宮普通に捨てたい質やからな。今年も最近か知らんけど体調不良なっとるし、今宮は別にこんなもんやろ。言うて今宮も実働年数考えたら体ボロからの衰えは十分ありえるけどな。坂本は去年のスキャンダルを脇に置いといても、この不調は予想外やったわ。インフル2回食らった2020年はしゃあないにしても、これだけ急激に打撃落ちるのは逆に怖い。他は知らんが坂本の事態は別のところに理由があるのは確定やろ。鳥谷もだったけどショートは一気に衰えくるな。いや、代表で調整早めたくないから辞退してんだからそんなもんだろ。ここで3割4割打つような調整するなら代表行ってよかった。全員何の心配もいらないやろ。辞退してくれたから優勝できたってことでええやん。